はい、じゃあ、こちら、黒バケツ、8リッター黒バケツの湯煎の準備をしたいと思います。ということで、黒バケツにまずは、グリーンウォーターを入れた状態で、こちらの方には置いておきます。もう一個も入れます。中身の水は同じ水を使っております。さて、ここから、学食君をセットして、少し準備をしたいと思います。はい、2個。基本的にはほぼ同じ仕様です。これを、こっちの方がホースが、こっちにしようか。ちょっと工程が少し長いので、こっちにします。よし。もう設置はこれで完了。はい、終わり。あとは、餌となるやつを入れながら、培養液をもう少しここのラインまで持ってきて、準備して、エアレーションやって、ここのホースをつなげば、終わりというようなことになります。はい。餌に関しては、以前にご紹介をしました。オリジナルのやつであります。最初なんで、とりあえず、これを1杯分。これがなければ、この付属のやつで、基本的に大体適当にもりもりで4杯入れてあげてください。これで、こんなもんでいいです。こんなもんで。で、これをですね、今の培養液と同じものでシェイクします。こんな感じで。青汁とか飲むの感じがする。感じとして。飲んだことないけど。で、あとは、シェイク。適当にシェイクしてください。もう混ざって取れれば大丈夫。こんな感じ。で、これを、そのまま、続くよー。はい、入れました。この大きいヒーターを入れます。真ん中に、寝かし込んで、真ん中に入れれば、一応、左右対称で、バランスはある程度取れるかという気がします。あれ？水を入れてる間に、こっちの水量を。よし。これで多分、条件は同じかなと思うんですね。あとは、そしてこっちだけ、クロレラを入れます。基本的には1000倍なので、これが、ここまでいって、ここまでで3ミリなので、8リッターっていうことは、8ミリなので、ここまで行けば、約3回分ぐらい。そこまで行かなければ、4回ぐらい。原液はね、めちゃくちゃドロドロなんですよ。多分皆さん買われてるクロレラって、サラサラしてないです。これね、原液なんですけど、もうね、スポイトでね、上がってこないぐらいなんですね、これ。これで大体2なので、4回分ぐらい。1。れで今、4スポイト入りました。
スポイト入って、それで大体濃度は1000倍ぐらいです。で、右側の方は入れません。ちょっとね、ライトが暗いんで見にくいと思うんですけど、1000倍でね、このぐらいの濃さです。わかりますかね？このぐらいの色味っていう感じですね。こんな感じです。これがクロレラが入ってる方の色味です。まあ、綺麗な緑色っていう状況。これが、今回こちらは生クロレラのみ。水は普通のカルキ抜きの水。そして、こっちが自宅の培養液プラス自宅の餌を使ってという状況。同じように加温を真ん中。で、今見てもらうと、こっちが今10.9、こっちが11。まあ温度はほぼ同じ。条件的には多分、ほとんど同じだと思いますので、これで、まあ増え方がどう変わるのかっていうところを見ていきたいと思います。こっちがね、水温が、まあ20度を超えるまでは、ミジンコは入れません。それまでは、ミジンコは、まあこの辺で、優雅に泳いどいていただければ、問題なしかなというところですね。まあこの辺とかね。というような感じで。あと、下、ここのところに、加温。ここに、発泡スチロールで、加温しますと。周りには水は入れない。いわゆる、こちらの方には、湯たんぽを入れて、ここで加温する、蓋してっていう風にやっていきたいと思います。とりあえず発泡スチロールの中入ったんだけど、ここがね、蓋から出ちゃうっていう状況ですよね。なんか、発泡スチロールの蓋に穴開けるか。はい、もうちょっと長いやつを持ってきましたので、これで。真ん中に入る。お、いい感じ。そうすると。あれ、どこっち。よし。完璧です。チャッチャラー。できました。保温ボックスで、ここから開けれるよ。こんな感じです。で、あとは、ここに、湯たんぽを入れます。湯たんぽ。はい、湯たんぽです。まあ、なんかにね、本当はくるんだ方がいいんだけど、まあ、とりあえずこれで入れて、入るかな、それ。わあ、ギリギリ入るじゃん、なんてこった。縦は入らんのか、横だな。横なら入るんじゃない。わあ、一旦こ。完璧です。さあ、これで、湯たんぽ仕様ができました。あとは、ここを、まあ、蓋をしてやれば、まあ、これで温度が上がると思う。今、ちょっと見えないかな。10.3度という温度です。ここから、まあ、湯たんぽだけでどこまで温度が上がるかっていうところですね。あとは、温度が上がってから、ミジンコ投入。そして、エアレーションを動かします。まだ、刺さってないんで、上も刺さってないんで。はい、これでセット完了です。今、エアレーションも動かしているので、こちらがクロレラ仕様、非常に綺麗なグリーンで、今水が動いているのがわかります。水温が今もう17度まで上がってきましたね。真ん中にヒーターが入っております。そしてこちらの方が16.9度、今17度になりましたね。こちらの方がオリジナルのものになります。ちょっと真ん中ずれてる。よいしょ。ですね。こういう感じで今動いております。ミジンコは入っておりません。
よし。こんな感じになっております。かなり暑いんで、中は。とりあえず温度を上げていきたい感じです。まあ、無事に動いてますね。うん、大丈夫。あとはね、様子を見ていきます。